はい、ということで皆さんこんばんは、ショータイムです。今回はですね、昨日行われました水曜日ですね、サンフレッチェ広島対ヴィッセル神戸のルヴァンカップ第3節の試合について、試合後感想というところを喋っていきたいと思います。まあ正直ね、昨日というところは水曜日ということでね、僕自身今仕事の関係で大阪にいるんで、もし機会があればちょっとね、ノイビアスタジアム近かったんで見に行きたいなというところありましたけど、まあ結局見に行けず、プラスね、ちょっと仕事の関係で試合後感想というところも上げれませんでしたので、今本日、撮って、そのまま即出しという形の動画になると思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。このショータイムはですね、1万人を突破させていただき、ここからもさらにさらに J リーグ、そして広島の魅力を伝えていく YouTube チャンネルでもありますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。そんな感じで喋っていきましょう。はい、ということですね、まあ早速今から喋っていきたいんですが、ここ最近の本当に感想動画と生放送ぐらいしかできてないこの YouTube チャンネルということで、なかなか、まあ、視聴者の方に楽しい動画をお伝えすることはできておりませんが、まあ、ちょっとね、ここからもさらにちょっと頑張っていきますので、ぜひぜひご了承いただければなと思っております。まあ、そんな感じで、早速喋っていきたいと思います。ルヴァンカップグループステージ第3節ですね、ヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島ということで、行われているこの試合となっております。この試合前というところでは、名古屋グランパスが2勝かな、確か。で、まあ、今節も横浜市に逆転勝利を収めたことによって、見事ね、首位という形になっているんですけど、このヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島がこの試合前まで1勝1敗ということで、勝ち点3で並んでいる状況で、まあ、ここに勝つことができれば、まあ、2位がね、2位の可能性、そして首位に食らいつくことができるという非常に、まあ、今後を占う重要な一戦ということになりました。またですね、サンフレッチェ広島というところは、まあ皆さん知っている通り、昨年の、ルヴァンカップの王者ということで、今大会に臨んでおりますし、ヴィッセル神戸というところは、ルヴァンカップだったりというところではね、近年そこまで結果は出せておりませんが、現在というところ、リーグ戦で、5勝1、はい、5勝1敗か、というところで、首位にいますので、まあそういう面では、ルヴァンカップの連覇を目指すサンフレッチェ広島と、まあ今季ね、リーグ戦含めて非常に調子のいいヴィッセル神戸ということで、この試合が始まりました。まず、サメの方からちょっと喋っていきますと、サンフレッチェ広島は、まあここはね、負けられないということで、また週末に試合はありますけれども、ほぼほぼフルメンバーで挑みました。まあ今大会というかルヴァンカップか。で、若い選手をね、入れなきゃいけないというところで、右サイドに越水選手が入りました。ここはですね、まあ、90分丸々僕もね、まだ見ることができておりませんので、正確なコメントかと言われるとちょっと、まあ、難しいところはありますが、僕が見た、まあ、4、50分くらい見たのかな、合計丸々で言うと見たんですけど、まあ、守備、攻守において、本当この越水選手、素晴らしいプレーを見せてくれていました。はい。で、今季の広島というところは特に右ウィングバックですか、この藤井選手が抜けたところに、まあ、三田選手が今やっていたり、茶島選手であったり、というところがね、やっている、まあ中野選手もそうですけど、っていう、まあなかなか、このスタメンの核としてハマっている選手が未だいないところの状況の中で、この越水選手がね、かなり、まあ個人的な見た印象ではアピールしているなというところもありましたので、まあこの後話すね、3点目か、河村選手のところでもアシストもしましたし、そういう面では、本当に、かなり期待の持てる、この、今節だったのかなと思っておりますので、まあ、ここからね、リーグ戦だったりというところでさらにチャンスを掴んでいけば、このルヴァンカップで花開く、昨年はミスター選手がこのルヴァンカップで花開きましたけど、第2のミスター誠ならぬ、まあね、この越水選手が活躍してくれることを願いながら見ていければいいのかなと思います。その、まあ、ほぼほぼフルメンバーで挑んでくる広島に対して、対するヴィッセル神戸ですね、ここはもう完全ターンオーバーで来ました。はい、また週末にも試合があるということで、このリーグ戦にかけている思いというのも伝わりますし、まあそういう面ではですね、本当に、正反対というか、まあ広島は、ほぼほぼフルメンバー、ヴィッセル神戸は、ターンオーバーを敷いてきたということで、まあそれぞれいろんな意味も持った、試合になるのかなと予想できました。そんな感じで始まったというところ、まず結果から言いますか、前半が1対0、後半が4対0ということで、計5対0でサンフレッチェ広島が見事勝利を収めております。おめでとうございます。いや、本当にね、僕自身も仕事終わったとか、結果をポンって見たら、僕が見ていた頃までは、0対0だったんですよ、まだ。っていうところの中で見たら、もう0対5。5対0みたいな感じ、本当に。ウキウキでね、本当仕事終わり迎えることができたんですけど。
まず31分ですね。この佐々木選手のゴール。ここはもう文句ない。はい。佐々木翔選手でしたっていう感じのヘディングでしたね。このキーパーの前にしっかりと入っていって、キーパーよりも高かったんじゃないかぐらい、キーパーのパンチングよりも高かったんじゃないかぐらいの、得点を決めて、見事先制弾ということで前半を折り返して、まずは53分に三田選手、60分に川村選手、で70分に三田選手また決めて、87分に山崎選手が決めたということで、ですね。はい。の結果、0対5、5対0という形になっております。三田選手のところで言うとね、2点目ももちろん素晴らしかったですけど、何より1点目、三田選手の1点目、チームとしての2点目っていうのは、本当にもうビューティフルゴール、これぞ三田誠のミドルだっていうぐらいのね、右上に決めてくれました。ここは本当に素晴らしいゴールになりましたし、前半に0対1ということでね、ヴィッセル神戸もしっかりと攻めていましたので、この追加点っていう点でも、53分、後半立ち上がりというところでしっかり取れたのは大きかった点なのかなと思っております。またですね、続いての3点目というところ、その53分の2得点目に続く7分後、河村選手の得点ということで、これね、先ほどちょっと話しましたけど、こぼれ球、左サイドからかな、上げたところに、ちょっと流れて、そこに越水選手が上げて、最後は三田選手じゃない、河村選手のヘディング弾ということで、本当に素晴らしいゴールだったのかなと思いますし、リーグ戦でもなかなかね、ゴール前までチャンスを作ることができている河村選手でありますが、なかなか点につながらないという、難しいところもありますので、ここは、河村選手にルヴァンカップで得点が生まれて、リーグ戦にもいい弾みがつくんではないのかなと予想しております。で、2点目、先ほどね、ちょっと話した通り、三田選手の2点目があり、最後、ここはプロ初ゴールですね、山崎選手。いや、素晴らしかった、本当に、ここも。右サイドの打開からですね、クロスを上げて、ドーグラスベイラ選手かな、ちょっと触って、で、流れたところに左足で、ポストに当たって入るっていう。ここはね、ちょっと僕自身、丸々見ることができてないんであれですけど、山崎選手、確かボランチで起用されたのかなという話もありながら、確かそうだったのかなと思うんですけど、しっかりと攻撃参加もして、あの位置でね、ミドルを打って決めたということで、山崎選手もなかなかね、ポジション争いしてる選手が、塩谷選手、荒木選手、佐々木選手ということで、本当に、J リーグの中でも屈指の3センターバックということになっておりますので、チャンスがね、なかなか巡ってこないところありますけど、ルヴァンカップではしっかりと結果も残していますし、開幕、ってか、ルヴァンカップの第1節、2節含めてですね、かなり、いい状況に来ているんではないのかなと思いました。で、第3節でここでね、しっかりと得点が生まれたということで、荒木選手だったりっていうところもとね、また今後スタメン争いをしていく上でも十分な、このルヴァンカップアピールできているんではないのかなと思いますので、今後とも注目して見ていきたいのかなと思います。そんな感じで、5対0でヴィッセル神戸に、勝利をすることができましたので、名古屋がね、勝ってしまったことで、首位浮上とはならなかったものの、しっかりと、名古屋グランパスに食らいつくような形で、今、勝ち点6ですね。で、2位につけておりますので、ここのまま、前半戦というか、ルヴァンカップの3節が終わりましたけど、残りの3節というところで、なんとか、首位突破、果たせるように、戦っていければいいのかなと、思います。はい、ということでですね、今回はちょっとね、また、急遽の撮影ということで、なかなか、簡単な動画にはなってしまいましたけど、グループステージ第3節ルヴァンカップ、サンフレッチェ広島対ヴィッセル神戸の試合後感想について喋らせていただきました。冒頭にも言った通り、ちょっとなかなか、今年はね、那須さんの方の仕事もかなり忙しくさせてもらってて、このショータイム、簡単な動画であったり生放送というところぐらいしかね、動画を上げることができておりませんけれども、ここらはまだまだ、広島愛を伝えつつ、J リーグの愛もね、伝えていきたいチャンネルでもありますので、ぜひチャンネル登録と拡散よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、ボーイ、ナイス勝利です。